藤波慎太郎、小股幹から飛球2種類を伝授、大リーグボールでメジャーの星になる。阪神からポスティングシステムを利用してアスレチックスに入団した藤波慎太郎投手28が、メジャーリーガーギリへ、球を準備していることが分かった。昨年末、かねて親交がありプロと、プロの素人として SNS でも鋭い分析を行っている小股幹氏と、都内で合同自主トレを敢行。メジャーのトレンドや打者の特徴もインプットする同士から、とっておきの新球を授かった。秘密兵器を携えて藤波が海を渡る。昨年末、関東を拠点に汗を流していた右腕が人知れず足を運んだのは都内某所。待っていたのが、小股幹氏だ。メジャーリーグでのピッチングデザインを学びたいんです。座学2時間、実技1時間で、持ち合わせる情報や知識を享受した。その中で注力したのが新球の習得。同氏が、メジャーで効果的となっている2球種を追加しましたと明かしたように、藤波の持ち球になかった2球種を新たにメジャー用として伝授したという。この時期に、藤波投手がわざわざ自分から来たいと言ってくれて、その心意気に私も全てをぶつけました。小股幹氏。おまたってもしかしてすごい人なのか？すっぽ抜け投手に頭でっかちの素人が新球種教えてどうすんねん。球種より制球教えてやれ。神風シュートと神風スライダーで右左どちらも殺すんやな。名前からして南西出身なのはわかるがいまいちよく知らんわこいつ。おまたにきって現役時代はどこの球団やったんや？日本史上最高の野球指導者の力があれば成功は約束されたも同然やな。チャンネル登録よろしくお願いします。